くした。こんなとこ渡る人がおるんじゃね。なんで止まっとるんかな、お前って車は。ハロー、エブリワン。ちょっとしたハプニングでしたね。変なところで停車している車がいたので警戒していたのですが、まさか中心市街地の3車線を横断されているとは思いませんでした。まあ何かしらの事情があったんでしょう。めったにないことですが、こういう場合はハザードを焚いて後続車への注意を促しましょう。それでは気を取り直していきます。レッツラゴー。今回の目的地は広島駅南口。2021年7月19日からタクシー乗り場が設置されることになりましたので、その様子を見に行きましょう。広島駅の南口は広島市の再整備事業のため、2021年1月からタクシー乗り場が閉鎖されていました。閉鎖期間は短くとも4年間。広島市は駅北口からタクシーを利用するよう促していますが、中心市街地に向かうには遠回りとなり、運賃もかさみます。南口ではマイカーの降車場もなくなっていましたので、利用者から不満の声が上がっていました。この事態を受け、広島市や広島電鉄、タクシー協会などが客待ちのタクシーが車線を塞いだり、事故を起こさないことを条件に調整し、タクシーが2台待機できるスペースを仮設しました。ここが半年前から設置されていたタクシー降車場です。そして目の前にあるのが新しく設置された乗車場です。タクシーが2台止まっていますね。この待機場は大洲方面に向いていますので、八丁堀は逆方向です。ですので八丁堀方面はちょっと回り道になります。もしかしたらまた変更されるかもしれません。乗車場がなかった時にタクシーはどうやってお客さんを乗せていたのでしょうか。ここでお客さんを乗せていました。信号が青になっても停車していると警察官に切符を切られてしまうので、ぐる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 回ります。今回はなんと1周目でお乗せすることができました。今回はこれでおしまいです。それではまたね。チャンネル登録もよろしくお願いします。広島駅が